山ちゃん、分かってるでしょ？お客さんなんて一人もいないよ。え？今夜ダメ？ずっとダメなくせに。はいはい、分かりましたよ。いいわよ、無理しなくって。あ、私も気をつけるけど、山ちゃんもコロナには気をつけて。はいはい、また奥様によろしく。あ、ロクちゃん、いらっしゃい。こんばんは。あら。あ、マスクなんてしてもしなくても同じだよ。気休めだよ、あんなもんは。ロクちゃん、エチケットよ。自分は人にうつしたくない、人からもうつされたくない、そういうおまじないなのよ。第一、家族にうつしたらどうするの。ごめんごめん、ロクちゃんも一人もんだったわね。もう3年も前の話だよ。恋愛は華麗なる誤解、結婚は惨憺たる離婚って言うけど本当よね。とりあえずおビールね。ありがとう。私も一杯いただくわ。ああ、お酌ぐらいさせてくださいよ。あら、ありがとう。ロクちゃんっていつも優しいのね。乾杯。乾杯。さすがに飲むときはマスク取るね。当たり前よ。マスクしてたら飲めないでしょ。それにしても不思議よね、こうやって教え子と飲むってのは。今さら何ですか先生。大人になったんだなって。あなたはおとなしくて可愛い生徒だった。そんな昔の話。私の自慢だったのよ、国語教師として教え子が東大文学部に一発合格したんだから。まあ2年で中退しましたけどね。まさかそのロクちゃんが演劇の世界に飛び込むなんて想像もしてなかったわ。おかげで泣かず飛ばずで女房や子供には逃げられる。どうしようもないよ。いつかいい時もあるわ。次何にする？ハイボールで。私もね、結婚して子供が生まれたまではよかった。でもね、ある日夫にゲイだってカミングアウトされて、その時なんて言ったと思う？許してください、僕には彼しか愛せないって。ああもう無理だなって。けどいいの、彼には彼の人生があるし。でも一番辛かったのは新一の親権も取られたこと。おまけに私は教師も辞めて、今じゃご覧の通りスナックのママ。教師辞めなければよかった。今は今で楽しいわ。お客さんには結構恵まれてるのよ。ロクちゃんも来てくれるしね。私もロクちゃんも結婚には失敗したけど大したことないわよ。そういえば近くの井の頭公園のイチョウの葉が真っ黄色に染まってきれいよ。あ、そうそう、駅前の八尾竹さんで買った銀杏があるから後で行ってあげるわね。コロナコロナって騒ぐけどさ、ママ知ってる？ファイザーの陰謀説って。あれでしょ、コロナ菌もワクチンも製薬会社が自作自演したんじゃないかっていう話。その話が本当ならその会社は一体どれだけ儲けたのかしらね。わかるわけないよ。あ、今日のつまみは何？いつものしかないわよ。ベーコン、ソーセージ、
レタス、トマトだけ。じゃあベーコン。はいはい、ベーコンをカリカリに焼くんでしょ。いい匂いだね。あ、ママ、横にちょっとトマト切って。わかってるわよ。はい、お待たせ。 ありがとう。もう一回乾杯。乾杯。いただきます。仕事の方はどうなの？うちの店はご覧の通りだけど。仕事なんか何にもありませんよ。それじゃどうやって食べてくの？一人暮らしです。なんとかやってますよ。お父さんにいつまでも甘えてばかりじゃダメよ。コロナのせいで仕事はないんです。前から大した仕事はしてなかったんじゃないの？六ちゃんこんなに頑張ってるのになかなかいい役がつかないわね。そうなんですよ先生。僕ぐらい若い頃勉強した俳優はいないと思うんですけどね。あっちこっちの養成所で勉強ばかりしてたんでしょ？何が不足でそんなに勉強ばかりしてたの？僕はどうしてもリア王とかマクベスとかハムレットとかオセロをやりたかったんです。ロクちゃんは飲むといつもそれ。ろれつの回らない舌でセリフを絶叫してたわね。そうですよ。そうなんですよ。芝居っていうのは交渉で素晴らしいものなんですよ。ロクちゃん、硬派を気取ってるけどお芝居ってもっと幅広いんじゃない？そろそろロックでしょ。はっきり言いなさいよ。え？そういう人たちは俳優じゃない、ただのタレントで。そりゃそうだけどテレビの時代よ今は。テレビで売れなきゃ舞台からもお呼びがかからない。そんなことあなたが一番よくわかってるでしょう。舞台だけじゃ食べていけないからしょうがない。でも俺はテレビには絶対出ない。いいわね、そういう贅沢なことを言ってられるんだから。さあ六ちゃん、今夜はもうお客は来ないわ。コロナ騒ぎが始まってからずっとよ。今夜は二人だけでゆっくり飲みましょう。スタニスラスキーシステムを勉強しなくちゃ俳優なんかなりはしないよ。スタニスラスキーシステムは永遠不滅だ。あなたがそう言うんだからそうなんでしょうね。ね、いつか花が咲くわ。あたしは信じてるわよ、あなたには才能があるって。時々ね、若いお客さんが飛び込んできて言うのよ。すいません、太宰治のお墓はどこにあるんですかって。すぐそこの善林寺ですよって教えてあげると、これから行ってきますって出てく。はい、みんな暑いから気をつけて。ありがとう。
あっつ、でも美味しい。太宰ってあんな才能豊かな人がなんで死んじゃったのかしら。それも心中なんて。富士には月見草がよく似合う。私その席見に行ったことあるわ。富士には月見草がよく似合う。汚れちまった悲しみに今日も小雪の降りかかる。汚れちまった悲しみに今日も風さえ吹きすぎる。汚れちまった悲しみは例えば狐の皮衣も。汚れちまった悲しみは小雪のかかって縮こまる。覚えていてくれたのね。懐かしい。私ね、今でも教室の夢を見るの。ロクちゃんもいたわよ。すっかり汚れちまったわ。痛めた私は母を忘れたい。痛めた私は母を忘れたい。いい言葉ね。しんみりする。あなたが作ったの？心にもあらで浮世にながらえば。恋しかるべき夜の月かな。月見れば縮にものこそ悲しける。我が身一つの秋にはあらねど。赤とんぼ死んだいとこのご挨拶。うん？最後のは六ちゃんの俳句。赤とんぼ死んだいとこのご挨拶。悪くないわね。私思うんだけど、六ちゃんは詩人になった方がいいんじゃない？先生。はい。先生、高橋由紀子先生、僕と結婚してください。何をバカなことを突然言い出すのよ。本気です。僕は高校生の時からずっといつか先生と結婚したいと思ってました。酔ったの？もう冗談はやめて。あー、びっくりした。さあもう一杯飲みましょう。忍ぶれど色に出にけり我が恋は。物や思うと人の問うまで。相見ての後の心に比べれば。昔は物を思わざりけり。あらあら、体に悪いわよ。あのね、六ちゃん、あなたの気持ちは嬉しい。でも今はそんなこと言ってる場合じゃないわよね。売れる役者目指して頑張りなさいよ。あ、そうそう、2年の時みんなでキザな言葉コンクールやったの覚えてる？え？あなた優勝したわよね。ねえねえ、あれ見て。ねえ見てってば。ダメだ。どうしたの？もう君以外
何も見えない。新一？どうしたの？新一じゃない。お父さんが死にそうなんです。え？三鷹の赤十字病院に来てください。あの人がいるじゃない。彼は今海外でコロナで足止めで帰国できないんです。お父さんどこが悪いの？まさかコロナじゃないでしょうね。違います。とにかく一刻争うんです。母さん、お父さんがすぐに会いたいんだって。いやよ。お父さんがすぐに会いたいんだって。うるさい。聞こえてるわ。ごめんね、新一。さあ、ロクちゃん飲み直そう。新一、すぐに病院に戻ってあげて。先生、行ってください。私は行かないわ。先生、行くべきです。私が今までどんな思いで生きてきたか。行くわよ。新一、表でタクシー拾って。ロクちゃん、ここで待っててね。約束よ。絶対に帰らないでね。Thank you.